ねえ、卒業課題があるって聞いたんだけど、あれって本当？そうみたいですよ。どういう課題かは卒業式当日にならないと教えてもらえないみたいですけど。それってもし課題ができなかったら卒業させてもらえないってこと？だろうな。ぶっつけ本番でやらせるなんて、最後の最後にとんでもないことやらせやがって。でもしっかり授業や学校行事に参加していれば大丈夫っていう話も聞いたわ。エナもあんまり遅刻しないでちゃんと学校来てたし、そんなに心配しなくてもいいんじゃないかしら。ま、だいたい俺が起こしたんすけどね。うるさい。ほんと変な課題じゃないといいね。そうだね。でもまあ桃井先輩の言う通り、学生としてやるべきことをやるしかないよ。